向けは。一体ここはどこだ。わわわ、水が水が、わあ水が。どうやら僕この森に迷ってきちゃったみたいだな。兄さんもいないし、一体どうしたらいいんだろう。とにかく先に進むしかないよね。わあすごい水だ。うわうわっと、溺れる溺れるけどコインが欲しい。溺れる前にコイン、溺れる前にコイン。よし、コインがあればもしかしたらなんとかなるかもしれないし。なんだこのハテナブロック。うわグリボンもいる、敵もいるのかこの森。どうしよう。うわ、え、一体ここはどこだ。森に迷ってしまったのか。どうしよう、ルイージの姿も、だっ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 だ、ルイージの姿が見えてたと思ってたんだが、この先にいるかもしれないな。とにかく行ってみよう。コイン、コインがいっぱいあるな。やっぱりコインは取っとかないとな。よし、コインを取って行くぞ。このコインは取るには水が上がってこないと取れないのか。よし、水を待って、いい感じだ、いいぞ。よし、このコインも取って行くぞ。あ、ルイージ、ルイージじゃないか。あ、兄さん来てたんだね。よかった、僕一人だ、迷ってしまったかと思ってたよ。そうか、ルイージも来てたんだな。やっぱりルイージの姿が見えていると思ってたんだ。よいしょ、いやよかったよ兄さん。とにかく僕たち二人しかいないみたいだし、なんとかしてここから脱出しよう。そうだな、俺たち二人の力を合わせてなんとか脱出するんだ。迷ってる場合じゃないぞ。そうだね兄さん、よし行くぞ。お、オッケー、キノコ。あー兄さん、キノコ取れなかった。すまねえなルイジ、なんとかなるだろう、俺が持ってる。とにかくコインは取っていくぞ。そうだね兄さん、コインはできるだけ取っていこう。クリボンもまあとりあえずはそんなに強い敵でもないだろう。ケイ、いいぞ。オッケー兄さん、こっちから行こう。よし、いいぞ、わかった、ここを通っていけばいいんだな。何が待ってるんだろうねこの森の奥の先には。いやー何がって、ゴールしかねえんじゃないか。そうだね兄さん、その通りだと思う。よし、ここのハテナブロックは、オッケー、キノコだ、よかった、ワクマ大きくなれたよ。よし行こう、二人で行けばなんとかなるだろう、迷っててもなんとかなるさ。オッケー、敵が来てる、気をつけろ、敵は泳いでくるぞ。オッケー、さあ、あと一匹、これはどうする。持てば早く泳げるのか。しかしルイージを置いていくわけにもいかないし。えい、ルイージ、わかった兄さん、コインを取ろう。そうだな、とにかく取れるだけコインは取っておこう。担いでいけば取りやすいかも。そうだね、オッケー、いいぞ、いいぞルイージ。よし、ここは任せて兄さん。オッケー、下にクリボンがいるぞ、気をつけろ、あれをどうにかしないとな。さあこっちに来いクリボン、俺が踏んでやる。よし、いい感じに当たった、あっちにもクリボンがいる、待ってろルイージ。わかったよ兄さん、おりゃおりゃおりゃ、オッケー、あ、ゴールが見えたぞルイージ、よかった。この森はどうやら抜けれそうだけど、僕たちはもう道に迷ってるよ。そうだな、とにかくいろんなコースをクリアして家に帰れるように頑張るぞ。そうだね兄さん、とにかくここはクリアだ。あ、でもここコインがあるな、コインは取っとかないとな。そうだね兄さん、よし、それじゃゴールしよう。オッケー、さあルイージ行くぞ。そうだね、迷ってる場合じゃないよ。そうだ、俺たち二人で迷ってる場合じゃないんだ。木、覆い茂るジャングル地帯、険しそうだなルイージ。そうだね兄さん、よし、とにかくここを抜ける必要があるだろうな、森がまだ終わってないわけだ。そうだね、おお、ビルダー装備、これならなんとかなりそうだね。そうだな、ビルダーがあればいろんなところに行けるしな。行こう、とにかく行くしかない。分かったよ兄さん、いきなり来たよ、ありへんありへん、あー、ルイージなんてこと、ごめん兄さん、僕がビルダーハンマーを振ってばかりに。まあ仕方ない、二人で頑張るんだぞ。よし、今度こそ頼んだルイージ、任せて兄さん。痛いなルイージ、ルイージ頼むよ。いやー、それがうまくいかないルイージなんだ。そうなのか、仕方ねえな、二人で頑張るんだぞ、迷ってる場合じゃないぞ、森ばっかりだな。しかし兄さん危ない、今度こそやるじゃないか、よかった、今度はやってくれたなルイージが、いいぞ。なんだこっちは、遠くに何もないみたいだな、行くぞルイージ、了解。
あそこに透明度感があるよ。行こう兄さん。そうだな、痛いな、さっきから。いや担ごうとしたらハンマーぶんぶりぶんぶりだよ。ぶりぶんぶりってなんだ。とにかく行くぞ。あそこにのびのびパックンがいるよ。任せろ、のびのびパックンは倒してあげる。よし、ルイツこっちだ。了解、行くよ。今度は僕が、あー、オッケー、猫パンチ付き。いいじゃないか、ルイジ、やるな。いいぞ。どっかにアイテムはないのかな。俺はちっちゃいままか。どこを見つけた。行こう、兄さん。先に進めそうだ。中間ポイント。どうぞ、兄さん。サンキュー。特に大きくはならない。オッケー、いいぞ。見つけた。ビルダーアタックがあれば、敵だって倒せる。ナイスだよ、兄さん。さあ、上は、上は何かあるのかな。オッケー。何かあったの。いや、特にコインがあって、閉じ込められてる。じゃあ上じゃないってわけだな。下から行くぞ。落ちるときは気をつけろ。何があるか。ケイ、気をつけるも何も。スッと落ちてったな。ちょっと待て、ここは一体どっちに行けばいいんだ。そうだね兄さん、とにかく右も左も行けるけど、左から行ってみるか。左に行くってことあんまりないしな。そうだね兄さん、あんなところに10枚コインが。よしルイジ、取ってくるんだ。分かったよ、なんで僕が。まあいいや、とにかく僕が。ルイジアタック。ルイジ逃げます、ルイジ逃げます。ルイジ逃げてる場合じゃねえだろ。ビルダーアタックで倒せるだろ、こういうのは。もう10枚コインぐらい取ってくれないと困るぜ。ごめん兄さん、僕ちょっとやっぱりビビルイジで。そうか、仕方ねえな。俺が倒してやんで、これも。オッケー、いいぞ。さあ行くぞルイジ、先を急ごう。なんかいちいちダッシュするたんびに振っちゃうからね。来てるよアリヘイが。ここは任せて。アリヘイ、アリヘイ。危なかったなルイジ。大丈夫、なんとかなってるから。オッケー、時間がなくなってきたな。俺たちものんびりしてられるわけじゃないぞ。来いルイジ、急いでいくよ兄さん。オッケー、あののびのびパックンは青色ということは。あー兄さん、あごめんごめん。オッケー、寝てるんだね。寝てる間に踏んでいこう。よし、いいぞルイジ。さあ俺も行けるか。オッケー、行けるぞ。さあ敵が前にいるからな、気をつけろ。下とどっちに行く。下は入れないみたい。オッケー、先に進もう。ドアがあるぞ。ドアの上にはビルだ。急ごう兄さん、何か怪しい感じになってる。うわー、まさかのプンプン。こんなところで。ルイジ後ろ、危なかった。ありがとう兄さん。任せろ、二人でなんとか。オッケー、危なかった。いいぞプンプンに気をつけろ。プンプン分身してくる。よし、ナイス兄さん、さすが。急いで兄さん。そうだな、時間がないぞ、急いで行こう。ゴールはどこなんだ。俺たちはこの森を迷ってる場合じゃないんだ。迷いに迷い続けてるのか、それとも。オッケー、ゴールだ。よかった兄さん。じゃあ上から行こう。そうだな、森を抜けてなんとかゴールだ。オッケー。いやー、なかなか険しい森だったか。二人でなんとかできたな。オッケーだね兄さん。いや、いいね、いい感じの、いい感じでした。天空のブーメランギミッククラス。ブーメランギミックコース。大丈夫だルイジ、二人でならなんとかなるだろう。そうだね兄さん、じゃあ兄さんがブーメラン。了解、とりあえずここはまず上だな。さあブーメランが、ナイスブーメラン。いいね、楽しそうなコースじゃないか。そうだね。あーすまんなルイジ、また取ってしまったんで俺がなんとかするな。頼んだよ兄さん、ここはいいところに迷い込んだんじゃないか。楽しい場所もあるってわけだよ。そうだね兄さん、どんどん行けそうだよ。ギミックが楽しいね。さあ次のギミックは、基本的にブーメランを投げるだけでいいのか。なんてすごいところなんだ。ルイジはあそこに入ってくんだ。違うか、そこは関係ないのか。そっちだな。よし、俺がもう一度ブーメランを投げてみる。30枚コインは取れないのかな。取れ、あ、なるほど、場所か。ここまで振ればいいのか。30枚コインが。オッケー、やるじゃないか兄さん。任せろ、30枚コインもゲットだ。オッケー、ルイジ僕もなったよ。いいぞルイジ。さあじゃあ次投げてみろ。オッケー、2人いっぺん投げたらどうなる。なるほどな、ちょっと届かないとかそういうやつか。ちょっと自分で操作しないといけないんだな、こうやって。オッケー、やるじゃないかルイジ。どうだい、僕だってやるでしょ。よし、じゃあ30枚コインをなんとかゲットしたいところだな。来るか。オッケー、やるね兄さん。
いいね、ここ楽しい場所だね。迷い込んでも楽しい。さあ次は、おっと土管をなんとかしないといけないのか。二人でまず投げてみるか。二人で投げるっていうのも楽しいぞ。オッケー、ルイジのだけ行ったみたいだな。よし、俺が今度30枚コインをゲットしてみせるぞ。さあ来い。オッケー、さすが兄さん、コイン取るのは上手だね。任せて。オッケー。さあ次は、おっ、中間ポイントだよ。セーブだね、まさにセーブ。中間ポイントをくぐってさらに続くってわけだな、このギビック。おっと、なんだ、今度はピンチューがいっぱいいるな。でっかいピンチューだぞ。さあ行ってみよう。なるほどね、ちょっと動かないといけないみたいだね、こうやって。オッケー、行ったぞ。そして届くのかな、場所があるのか。オッケー、これで今度はこっち。さあダッシュして、惜しいな。なんとかあの30枚コインまで届くかな。届くか、来い。あー惜しい。じゃあルイジがやってみてくれ。了解、いくよ。さあ今度こそ、これでどう。いけたよ、いけたよ兄さん。やるじゃないかルイジ。ルイジも30枚コインゲットだな。さあ次はどんなギミックだ。おっとまたピンチュ。さあ今度はどういう感じでしょうか。ガウ、2人で投げてみた。やっぱりちょっと自分らで動かないといけないみたいだね。そうなるね、こういう感じかな。届くかな。オッケー、ナイス、やるじゃないか。ルイージが30枚コインゲットだぞ。ただしあれだな、鍵が取れてないね。もうちょっとこうドスのところになんとかしていかないといけないみたいだね。よーし、もうちょっとこうやってこっちか。今度は行ってドスのとこ、もう一回か。結構大変だよこれ。さあこっち行って、こっち。あー、ブーメランが壊れちゃった。気をつけろルイジ、ブーメランが壊れる前になんとかして。オッケーだ、やったよ兄さん。やるじゃないかルイジ。さあ行くぞ。了解、入ってね。オッケーオッケー。さあ何ここ、どうなってるんだ。とにかくあっちに投げてみろルイジ。了解、行くよ。どうなるんだ。わーお、ラスト、これで終わりってことかな。鍵をゲットしてるよ兄さん。よし、じゃあルイジ入ってみるんだ。そろそろ時間もなくなってきたぞ。おっと、これが最後か。さあ一体どうすればいいんだ。いっぱいいるね。どうにかして鍵をゲットしないと。これは一体どうすればいいんだ。あそこにブンブンが一体どうなってるんだ。さあ最後のギミックがよくわからなくなってるね。どうしたらいい。あのオンオフをどうにかしないといけないっぽいね。どうなるな、オンオフをどうにかする、こういうことか。オッケーオッケー、あれで移動してるぞ。そういうこと、今度はこっちだね。じゃあ届かない、ごめんね。いいぞ、オッケー頑張れ。お、了解了解、いけー、よし、いけブーメラン、マリオブーメラン届け。いいぞ、いくよルイジブーメランだ。今度はいけルイジブーメラン、ルイジブーメラン届け。よし、やったよ兄さん。やったな、時間もないし急ぐぞ。ここを迷ってる場合でもない。最後かな、エンドって書いてる。オッケー、これで終わりだ。鍵は、鍵がない。鍵は持ってた、僕が持ってたよ、ごめんね。オッケー、いや、なんとかゴールというか、ここはギミックが楽しい場所だったな。わわわわわわ、どこに行く、どこに行くってか、どこにも行けねえ、どこにも行けねえ。この上があったっぽいけど行けねえ、二人で行けねえ。いや、いいね、マリオブーメランにルイジブーメラン、楽しかったよ。のびのびパックのすみか、のびのびパックのすみか、に兄さん、しまったな、また森に迷い込んでしまったらしい。さっきみたいに楽しい場所じゃなさそうぞ。うわー、パックンだらけだよ。あー困ったね。ちょっと待て、これがアイテムっぽい。オッケーじゃない、アイテムじゃないのか。パックンはいるし、のびのびパックンもいるし、大変な場所に来てしまったな。うわー、なんてことを兄さんに。もうとにかくあのパックンはほっといた方がいいのかな。よし、上から行こうルイジ、二人で行くしかないんだ。オッケー、のびのびパックンをきれいに踏んでいくしかない。え、場所は一体どこに行けばいいの。下か、
水の中だぞ。ルイージ、オッケー、危なかった。下まで行き過ぎると大変なことだ。ちょっとギズ寸止めだったな。ケイだ、大丈夫だ、ここは安全だ。オッケー兄さん、ここにファイヤーがある。ナイスルイージ、いいぞ。俺がファイヤーでこの伸び伸びパックンをなんとかする。できればいいんだが。はあ、すまね、これはきつい。待って兄さん、落ち着いて、落ち着いてよ。ここは難しいね。でもなんとか行こう。ここは難しいな、確かに。この下がってる時がチャンスじゃないかな。オッケーだよ兄さん、やるじゃないかルイージ。助かったよ、二人で迷ってる場合じゃないからな。本当にこの森も抜けていくぞ。そうだね兄さん、まさか水の中があるなんて。森って本当に大変な場所だね。そうだな、森は大変な場所だ本当に。これはアイテムかな、違うか、アイテムが結構少ないな。オッケー、俺にもファイヤーが来た。ファイヤーマリオなめるな。オッケー、いいぞ。あそこにハテナブロックがあるよ。ワンナップだ。よし、一つずつゲットだな。いいぞ、先を進もう。おっと、のびのびパック、あれは寝てるバージョンだな。しかし参ったな、この森険しいぞ。大丈夫、ファイヤーがあれば結構いけそうだよ。そうだな、ファイヤーバック、待ってろルイージ、俺が倒してくる。マリオンなめるな。ヘイ、消えたルイージ、危ない危ないよ兄さん。すまんすまん、ファイヤーパックンのファイヤーが飛んできてたみたいだな。よし、中間ポイント。え、ドアが2つ、一体どういうことだ。上の矢印を信じて行くしかないのかな。上の矢印を信じてみよう兄さん。そうだなルイージ、オッケー、正解だ、合ってたみたいだぞ。よし、そのまま下に行ってルイージ倒せるか。いけたよ兄さん、オッケーだ。こっちのドアに10枚コイン、これに入ってみたらさっきの場所に戻るのかな。そうみたいだな、やっぱり。じゃあこっちが正解ってわけだ。よし、行くぞルイージ。了解、とにかく水が怖いな。オッケー、のびのびパックが来る寸前だったな。危なかった、危ない危ない。オッケー、こっちから行こう。さあルイージ来るんだ。了解兄さん、行こう。あそこにパックンフラワーか。よし、このハテナブロックファイヤーか。ファイヤーは今持ってるからな。よし、あのパックンをなんとかして倒す。オッケーだルイージ来るんだ。了解兄さん、頼りになるね本当に。この上には何があるんだ。よし、いけるか、タイミングよく。オッケー、10枚コインか。よしぞ、10枚コインもゲットだ。この奥はブーメラン、ブーメランの方がいいのか。よし、ルイージはブーメランだ、俺はファイヤーで行く。了解兄さん、そうだね、別々の方がいいかもね。ちょっと待って、のびのびパック、ルイージ、ルイージブーメラン、ルイージブーメラン、ルイージブーメラン、いいぞルイージ、ファイヤーマリアタック。よし、それでなんとか撃破だ。行こう兄さん、先を進むんだ。もちろんだよ、行くぜ、二人で行くぞ。俺は一体下から叩いてみるか。コインか、とりあえずコインゲットだな。よし、オッケー、こっちは先に進むのか、潜っていくってわけか。よし、陸地があるよ兄さん、大丈夫だ。オッケー、行こう。やっぱりコインも欲しいが、コインにかまってる場合じゃないぞ、俺たちには時間がないからな。よし、いいぞルイージ、こっちに来れそうだ、こっちに来れるか。待って兄さん、すぐ行く。よし、このハテナブラックも叩いておくね。キノコか、とりあえず取っておこう。よし兄さん、行こう。了解だ、行くぜ。この森結構険しいね。そうだな、でもなんとか2人でなんとかなる。そうだね、入れない、入れた。中間ポイント、さらにブンブン戦だ、気をつけろ。よし、俺が下に行って倒してくる。ほーら、ルイージはそっちにいるんだ。どっちかがチャンスの時に武器を使えばいけるんじゃないか。了解、踏んでもいけるし、やっぱりこっちに兄さん来い。了解了解、あー兄さんごめん、タイミングを間違えた。任せろ、ファイヤーアタック、ナイス兄さん、任せておけ、二人でなんとかなるぞ。迷ってる場合じゃないからな、この森も抜けていく。50枚コインがこんなに、やったよ兄さん、やったな、こりゃ嬉しい。さあ
この先だ。まだ続くのかな。行くぞルイジ。了解。険しい森だけど、おお、なんとかゴール。よかったね兄さん。そうだな、俺たちはこの森も抜けれたみたいだ。二人で迷ってたけど、俺たちは迷いの森から抜けれそうだな。そうだね兄さん、二人でなら頑張れたね。よっしゃい、よかった。マリオブラザーズ無事に森を脱出成功。ありがとう。いや楽しかった。いいコースでしたよ。いい森だったね。うん、はい、ということで今回はね、マリオとルイジで迷いの森に迷ったということで、森のコースを中心にやってみました。途中ね、あのブーメランを使ったコースなんかも楽しいギミックがたくさんあってね、面白い場所もあったけど、森から始まって森をね実際最後まで抜けて無事にね帰れたということで、いやーよかったよかった。2人で協力してね、仲いい2人が見れたんじゃないでしょうか。ということで今回もね、マリオとルイジの冒険楽しかったかな。楽しいと思った人はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくねと。他にもたくさん動画があるんで見てください。それじゃあ次回の動画でまた会おう。バイバイ。